桃七来ましたか。出るから、メガネにしたのよ。メガネバトルするの？するよね。俺12時間半今日配信してるわ。多分桃七より配信してるんじゃないか、今日に限って言うと。いや、私他のサイト入れたら私のがしてる。え、マジで言ってる？ TikTok は1時間しかしてない。今日っていうか昨日と今日合わせて。そんなに配信してんの？いつも他サイトはね、12時間だよ。俺12時間半だよ。俺夕方4時ぐらいから始めてんだけど、 TikTok は昨日と今日で1時間ちょっとしかしてないですよ。ツイキャス？そうツイキャス。ツイキャス12時間ぐらいやってんの毎日？こうやってやってる、えっく、寝る時間ぐらいしかもうないんじゃないの？じゃあ空き時間1、2。そうよ。だから配信って毎日そんなにツイキャスやってんの？ツイキャス今週は近い、今週ってもう月曜になったんか。先週は毎日12、3時間やってる。イベントやってるから、キャスのイベント。で、そのイベントでもえぐいんやろ、それ。年に1回やったっけ？ね、いや、年に1回で、これはもう簡単なイベント。でも1位です、今。キャスで。今1位なの？キャスで1位。やば。キャスで1位の女に勝つぞ、全員で。いや、ちょっとね。でも私はちょっとこっちはちょっと弱いかもしれない。4人誰かお願い、今さっきあったユナさん、バラマンキャプテンのバラマン、もういいからそっちも、ユナさんありがとう、プリティオバラマン、もうこっちの方がいいぞ絶対。みんなあと1人。なあ、お前ユニバー俺からもらっとるかな、お前。いやいや、だからフォローしたやんか。ありがとう。ありがとう。だからもうフォローせんからです。もうそうなんね、フォロー、7人厳選されてるね。素晴らしい。さあ、スピチャレまだかな。スピチャレって来るぞ、絶対。ツイキャスで1位でも、TikTok では1位は難しい。鼻が似合ってる。タツヤ、鼻かんハマったな。これは勝ちたい、ちょっとお願いします。タツヤ、鼻かん似合ってる。エビコケルトはノンコンコツね。タナカありがとな、タツヤ。日本のさっき、これさすがにちょっと。タツヤ、ハナカン、すっきゃな。ハナカン、ペロンさん、ハナカンもにあかん。タツヤ。ゼクシー買ってタツヤ。タツヤ。ゼクシー買おう、ナイスな。結婚しような、タツヤ。タツヤってどうだ、タツヤ。マジ、12時間半配信でも。ブランコ、ありがとう。タツヤ。結婚式場ハワイ、アメリカ、どこにするんだい？モジさんめっちゃかっこいい。ユナさんもでマネがあるとちょっと。達也の職場で結婚式あげようか。ね、でも今年で今年。達也、達也、お願いします。いやな、笑ってるな、ええな。お願いします。すごいわ。俺の鼻かん見て笑えるってことは心に余裕があるってことは素晴らしい。すごいよ、コージさんもユナちゃんも。達也。結婚しよう、まあ、私も誰か結婚相手探してます。嘘つけ。本当です。誰と結婚すんねん、女ら。確かわからない。達也、同じくらいの収入か、自分より収入上の人がいいです。いや、もう無理やろ。なんでどんだけ稼いでんの、桃なら。死ぬほど稼いどるかな。そんなことない。いやいやいや、謙遜すんなよ。いや、それはない。えぐいやろ。こっちの稼いでるよ。いや、稼いでねえよ、お前。もギリギリでいつも生きてるわ。すごいじゃん、ほら、もう。カトゥーンよりもギリギリだ。達也、ありがとう。なんて優しいんだ。おじさん、オリズル、ありがとう。達也みたいなおじさまと結婚できて俺は嬉しいよ。広島の方ですか？私、千羽鶴飾りに来ましたよ、広島に。誰と何喋ってんねん。誰と何喋ってんねん。おじさん。コウジさん、花冠ありがとう。タツヤ、花冠似合ってる。お揃いの花冠だったんだけど、今。ちょっと負けて、負けて。いや、笑ってる。なんか格好変えてるぞ、なんか。ちょっと。タツヤ、ありがとうな。色が黒くなるんですよ。あ、そうなの。タツヤ。ベルメイク使ってる。花冠、最高やな。いつ結婚する？日付決める？ハロウィンにする？どうしよう。それとも明日にする？これ。誰か。いないの？残り30秒で。ちょっと待って、こ。タツヤ。ねねちゃん、キャップ。花冠。ありがとう。キャップ、ちょっと待って、残り20秒切った。残り20秒で。20秒切ったって。負け
出てる人嫌だって。いやいやいや、達也優しいな。いやいやいやよ、いやいやよ、いやいや花かん、そうやな、ええー、な花かんいいよな、達也そうやな、ミラクなんなの、達也花かんいいよな、リーさんバラマ花かんいいよな、なんか優しい気持ちで勝てた気がする。花かんいいな、そうやな、ちょな、俺花かんで勝ってるやん、ずっと達也花かん、ちょ達也連打してないか、花かん、マジか、読んで桃奈々ちょっと花かんが止まんない、達也そうやな、いやもうあの終わってるから投げなくていいんだぞ達也、そうやな、花かんそうやな、花かんいいよな、ちょ桃奈々先感謝して、花かんそうやな、達也そうやな、はいはい、花かん、うん、もう終わっていいぞ達也そうやな、そうやな、ありがとう達也、はいどうぞどうぞ、はい、え俺言わないの、え、だからちょ、鼻感が来すぎてちょっと、あ、じゃあ俺からじゃあ言っていいですか、はい、はい、1位、達也、俺と何回結婚したんだ、奥さん、え、15位、えぐ、はぁ、やった、嬉しい、15位、今15位なの、今15位、えぐ、ちょ、涙出そう、ちょ、スクショさせて、これは、ちょ、さすがに、ちょっとこれ、さすがに15位はえぐい、ちょ、スクショタイムだわ、これ、ちょ、もうえぐい、ちょ、ほんま感動して、ちょっと涙出た。ありがとう、達也、鼻かんで15位になれるなんて、すごい。ありがとう。はい、じゃあ、え、なんて、なんか言った、はい、いや、別に今、私の画面でスクショしなくていいと思うんだけど、この顔で。いや、違うよ、あの、ちゃんとランキングのところをタップして、別に、桃奈々の顔は映ってないよ、大丈夫。そう、大丈夫、大丈夫、私今、桃奈々に勝ったらやったとかじゃなくて、別に、普通に、あの、ランキング、あの、いや、まあ、あの、桃奈々、うん。いや、可愛いから、まあ、スクショしてやってもいいけど、じゃあ、はい、3、2、1。いや、じゃダメだから。はい、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 じゃあ、感謝します。ゆなちゃん、ナイス、ゆなちゃん。達也、花か似合ってる。ナイス。いいぞ。ケロンちゃんもナイス、コウジさんもありがとうございます。リオンヌさん、ナイス、レンさん、ナイス、イマニーさん、アイミちゃん、その他タップしてくれた人、I love you、ありがとう。プロソロさん、うん、プロソロさんのリスナーさん、ありがとう。いや、ほんまそれな。うん、いや、タツヤも AB もさ、セナもさ、リーもさ、カップヌードルも、プリビューもみんなまとめてありがとうな。あ、やべえ。あ、え、モモメだ。え、どうした？待ってやるの？俺一回でいいんだけど、ちょ、みんな、もう疲れてんだよ。いや、そっちから送ってきたじゃん。あ、マジで？あ、ごめん、手当たったかもしれん。すまんな。そっちから送ってきたよね。そっちから。ほんまね。そっちから送ってきた。そっちから送ってきてるからね。12時間半配信してるから、もうどっちが送ったか、どっちが送ってないか、関係ないよね。お願いします。お互いにやっぱその、高みを目指していく TikTok。いや、高みも何も。達也似合ってるよ。ありがとう、ゼクシー買って。お願いします。ちょっと待って。達也優しい。ちょっと前、ゆなちゃんどうだ？ありがとう、達也。さんどう？感謝します。通りがかりの人とかいませんか？ちょっと。意味ねえよ、誰も。もう視聴者何人や、言ってみろ。達也に。69人か。はい、俺158人。はい、よかった。おめでとう。で、桃奈々のやっぱフォロワー増えたよね、イベントの時からね。1万3000人。あの、週刊入った時は増えるね。週刊。地上波テレビ9回出演。カラオケに私の歌入ってる。やばい、うん、カラオケに入ってる歌歌ってよ。なんで君がそんな歌じゃない。あ、違うの、どんな歌の歌ってよ。ゼクシー達也、いや名前変わっとる。ママナナなんなんだよ、ママナナママナナ逃しませんよ、負けず嫌いが告白。何、あ、ごめん、ずっと寝てて聞こえんかった。達也似合ってる。ヌーナさん、いいね、ありがとう。桃奈々さん、156人見てるわ。なんだって？いや、見てないから。それ、俺の人数じゃん。アイちゃん、笑ってる。もう人数はもう関係ないと思いますよ。え、桃奈々さん、のど自慢出たとき、カーンカーンって音鳴らされたのかな？今の歌で。のど自慢は出たことない。あ、出たことない。あ、タラララ、タラララ、タンタンタンやな。オッケーはい。はい、みんな、タンタンメンフード。いや、声いける。達也だろ。いいよね。いいぞ。今の顔の鼻感先、え、どんな顔してたらわかんない。これ、これ、これ、え、これ。ゆうやこれ。え、ねねちゃん、ありがとう、鼻かんまり。ねねちゃん、ありがとう。レンさんもバラバラバラあり。これの鼻感がいいの？はい。クリアしないってやばい。あ、これの鼻感がいいの？ほんとお願い。はい。これで、鼻感。ほんとこれお願いします。なんかこれ誰かいる、これねねちゃんありがとうね。こうやって
ちょっと待って、ちょっと待って、もう一発裸。そうそうそう。あ、これ、そうそうそう、これな。これ？あ、これな。誰かいます。恥ずかしいわ。腹痛いってどんだけ笑うてんねん。2倍やん。ちょ、待って、これクリアしなそうよ。もうダメだよ、私。まあ、ツイキャス頑張っときゃいいんだ、だから。うん、10位ぐらいいきそう。え、ちょ、待って、俺13位になってるやん。エッグ、エッグ、エッグ、ビビったエッグ。え、あ、タスヤ似合ってる？ちょ、待って。タスヤ、ありがとう。ねねちゃん、ありがとう、ね。本当にさっきな、鼻かむ。タスヤ。インスタントヌードルもありがとう。タプスコリータップお願いします。いいよみんなエビバンも。ヤナちゃんいいなありがとう。もうこれはきついな。タツヤ。ありがとう。タツヤ。タツヤしか勝たん。タツヤ優しい。ついしいませんか。タツヤ。え、ちょ、順位上がってるやん。タツヤ。優しい。ほんまに結婚する花嫁よりも俺涙腺が今緩くなってる。誰か。タツヤ。すごいよやっぱりタツヤ。一生ついていきますタツヤ。タツヤ優しい。ゼクシー買って。達也ありがとう、ほんま。え、12エグ？ちょっと待って、またスクショするわ。何 MP なの？え？今ね、いや、何 M まで行ってないよ、1日目だから。23万5400ポイントだ。エグ？あ、23万ポイントもらったってこと？そうそう、1日でだよ。すごいよ、みんな。あ、5時間で。草株マジックだね。23万ポイントってことは、金額で言ったらいくらや。いや、お前、計算しようとすな、お前。7000コイン、7万コインが。15万3000ぐらいや。達也。似合ってる？え、もっとちゃん。まあ、今、円安やからね。うん。まあ、135円ぐらいで換算すると、0.675 をかけたらいいからね。あ、計算強いもんね。うん、そうやで。あ、達也、似合ってる？だから、16万ぐらいちゃうかな。16万課金されたってことやんな。違う違う違う、32万ぐらい課金、ね、4分の1なんだ、64万、ちょ、待って、ちょ、見てなかった。達也、似合ってる、似合ってる、4分の1だから課金額の。課金額の4分の1、みんな似合ってた？ありがとう。ちょっと待って、何これ、嘘や。アイムちゃんないプールパーティーなにそれこれちょっと待って、嘘でしょ。負けると思ってたから、ちょっと。あゆみちゃんこれ待って、フォローさせてもらいます。誰や誰や誰や、達也似合ってるし。ちょっと待って、あゆみちゃんフォローさせてもらって、達也ちょっと、達也向こうの投げた人どの人か見ない。ちょっと待って、あゆみさん嘘でしょ。モノマネタレントやられてんの。あゆみちゃんフォローさせていといてよ。フォローし、ちょ、あゆみさんこんなん来ると思わないじゃん、私もね。桃奈さん70人前後まで減ったわ。うん、まあそうだよね。ちょっとあゆみちゃんフォローするわ。そうなのね、達也そうなのね。さっき俺大丈夫、プロソロさん。あ、いや、じゃあ俺負けてる。あ、じゃあさっき言っていいですか。はいはい、1位達也。達也がいなかったら俺はもうさ、ありがとう、一桁とか二桁チャンネルなってる中で鼻かんいっぱいくれてありがとうな、お父さん。はい、嫁に行き嫁に行きますって何言ってんの。ノリチもありがとう、エビもありがとう、みんな忘れてる。センキューな。52位だよ、プリピオソー、達也のおかげです。だからさっき言ってた、その大体さ、23万6400ポイントって出たとすれば、ほんまのめっちゃアバウトで言うと、2倍すれば、あのみんながその。プロソロさん、今日いくら稼いだんですか、ちなみに。だから10、ガチで言うと、いや、30万ぐらいいってるわ、さっきね。30万稼いだんですか、1日で。うん。うん。いや、けどさ、お返ししなきゃいけないから。いや、達也さんにもお返しだよ。え、達也さん。MVP、あいみちゃん、ナイス、ありがとう。あったらいいんだよ、時間がね。バトルしたいんだよね。プンちゃんもナイス、レンちゃんね。そうやね、プニさんとミハル。ルサーさん、ユーナさん、ナリミちゃん、リオンされと。ちょ、あいみちゃん、マジかっこいいって。うおおおおおおお。ありがとう、達也。似合ってる。プロソロさんって一回でも引き出したことある？ TikTok のお金。毎回引き出してるよ。毎回。毎回？毎回もう終わった瞬間に引き出してる。いつもどれぐらい収入あるの TikTok 今年入ってからやったら引き出した。今年入ってもでもね、俺バズり出したのがほんまに6月ぐらいからで、うん、6月100万7月150万8月サボりすぎて100万で、まあ9月は最高記録多分いくね、この流れだと。だから350万今年入って TikTok で収入あるってことね。
聞き出した。そうだね、サボりにサボり散らかしてそれだね。うん、今日から初めてその長時間配信やったんで。ね、え？な、え、少ない、少ないねって言った？おお、ほうほう。これ最後ですよ、これ最後。まもなく聞け、お前。俺、本業配信者じゃないから。いや、私、TikTok やけど、私だって、あれ、ツイキャスでもう。ツイキャスで1位でしょ、そしたら。なんて、もう一回言って、5日間でなんて？まあ。2日で100万だって。5日間ですよ、5日間。5日間で100万。そりゃ、ツイキャスの女王だからな。鼻かん似合ってる？似合ってる？うん。しかも、ツイキャスはお返しとかないんですよ、TikTok みたいに。そうなの？じゃあ、ほんまにお返し返せないとなんか残らない、心に。こんなにもらっていいのかな？お返しとかないんですよ、ツイキャスの場合は。一切。けどね、一つ言えることがあるとしたら、もうななね、ちょい、俺言っとく、はい、先週のランキングがさ、いちごミルクが640万ポイントもらってるわけなんだけど、だいたい 0.65 をかけたら金額が出るの。だから416万円なのよ、先週の1位がね、1週間で。あ、1週間ということは、416万だから。税金もあるの。あ、それ税金も抜いて100万ってこと？それ。はい。じゃあ税金で半分持ってかれるとしよう。416万を。そうか、じゃあまあまあ、じゃあ416万の 30% を引いた、あとは291万、まあ300万やとしよう。で、300万は1週間でもらえるとしたら1日42万やから、それを5日間でやると210万になるから、やっぱ1位、TikTok の1位もすごいと思うよ。いや、もちろん桃奈もすごいけどね。いや、俺はまだまだ下なんで頑張るんですけど、それだって配信で1位なんだから、それだって稼ぎとか当たり前に桃奈の方が高いに決まって、だから俺本腰入れてなかったんだって今まで。いやいや、プロソロなら TikTok ではプロソロさんが上なんやで。これはっだから上っつっても別にランキングの上位にいるわけじゃないし、先週ランク外だったし、うん、TikTok 私の選手もランク外です、もうかなりの。だって選手は TikTok で3万ですよ、収入。いや、ちょっと待って、先週3万やったの？バランマ。先週と笑って、TikTok で収入3万だから。3万はちょっと、達也、3万とか1日で食いくるわ。うん、達也、鼻かん似合ってる。1日もいらんわ。TikTok 収入1週間で3万って笑いやがった。3万、俺。誰か、誰か、これ無理だ、390。達也、似合ってる。ありがとう。これもう無理だ。ツイキャスでは1位らしいけどね。ツイキャスさ、卒業はしないの？ TikTok に咲いた方が多分儲かるぞ。いやいや、それツイキャスはツイキャスのリスナーさんがいるんで。ああ、そうか。達也、鼻感止まんねえな。これちょっとやばいわ。すごいわ、達也さん。いや、飽きてこないか、達也さん、そろそろ。いや、ほんま、鼻感ありがとうね。達也。スノマスさん。そんなに鼻感が好きなのか？達也。これもうちょ、他に誰かいない。コインに変えた分は税金かかんないんじゃないの？てかもうそんな厳密に誰も見てないでしょ。森氏に、にゃん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 。え、なんか、トトロ社長さんが言うには、かかるみたいです。コインに、あ、ダイヤモンドの時点でってことかな？もうなんかドルで入ってる時点で税金かかる。トトロ社長さんの動画でなんか言ってました。そうなのね。そういうことな。けどさ、そのダイヤモンドをドルに換金しない、あ、そうか、ドルで入ってんのか、あれ。入ってんな。ドルあかんな。そうか、入っちゃってんな。だからなんか言ってました、トトロ社長さんの。トトロ社長すごいんやね。達也。トトロ社長さんのなんか動画見てきた。なんか愛知が入ったやつ時点で人に投げようがもうその分は申告しないと。やば、そんなんさ、忘れ、けどなんか、源泉徴収とかもらえんすかね、ツイキャスはどうなんすか、そのところは。ツイキャスは源泉徴収引かれます、 10%。 あ、引かれた状態でもらえるんすか。もそうです、はい。あ、それ一番いいっすよね。 TikTok どうなんすかね、分かんないっすわ。うん、中国のせいだから難しいよね。うん、だって引かれてなかったらもういちいち計算死ぬほどめんどくさいっすよ、普通に。うん、まあ顧問税理士さんとかいたらね、別やけど。うん、いるわけないし、雇う気もねえし、めんどくせえし、金もったいねえし。うん、これは達也さんに嫁ぐしかないよ、先生。いや、俺女性じゃないから。達也、結婚してくれる？ちょっともろばってやん、21やん。結婚してくれる達也。誰かいます？おう、TikTok では俺が勝ってるみたいだな。達也、結婚してくれる？いや、TikTok で俺が勝ってるとか、もうそういうのいいから。12位だよ、俺。
選手も分かった、すごいよ。先々週も入ってた。先々週はどうだった？いや、その先週も先々週も俺ちょっと病んでたから入ってねえよ。達也、似合ってる？いや、今週初めて十字架。達也、似合ってる？達也、ありがとう。分かんない。達也、本当にありがとう、達也。すごいよ。ありがとう、カピーン！え、11位に上がってるんやけど、は？鼻かんで11位まで上がれた。なんだ、一体。達也、すごいよ。そろそろ自分で確定申告するんじゃない？いや、それは毎月してたよ。で、今までさ、もう教室、なんやろ、もうちょうどトントンぐらいやったから、払う税金ずっとなかったんだよ。そうそうそう。ありがとう、達也。ほな、感謝します。うん。一、達也！結婚しすぎてないか、俺たち。奥さん嫉妬しないか？一夫多妻制の時代に俺が妻になっていいのか？うん。タイに行ってちょっと手術をしてくるな。そして、森進もありがとう。みんなまとめて。センキューな。おはよう、氷結。どうぞ。タップしてくれた、あやちゃん、キングさん、なりみちゃん、レイさん。達也。その他タップしてくれた人、ありがとう。ありがとう。クロソロさん、ありがとうね、ちょっと。うん、もう今日今ね、もうちょっとあの、税金の話するか？あ、もうお腹いっぱいか？ 2 桁と4桁でもう、あれか、勝てる気なんかなくなって、1000円失ったか。うん、なんて、1000円失ったんか？うん。いや、そりゃそうだよね。1000円も失うよね。まあ、疲れたもんね。そうだよね。うん。まだやめっちゃ順位上がったな。え、じゃあ俺別に押してないけど。え、じゃあ、ごめん、押し、あれ？あ、ごめん、拒否っといて。達也、花か、ありがとう。うん、まあ、ツイキャスの女王か知りませんが、うん。まあ、1位すごいです。俺もフラッシュアンダーで日本一取ってる。お互いに、TikTok でも日本一。ずっと初見ですもん。そうね。聞いてないよ。でも、プロソロさんでもあるよね。関西やったもんね。じゃあ、大阪でしょ、自分。俺、兵庫県だから。そうでしょ。だ関西やんか、プロソロさん。いや、そうやで。え、で、どうしたん、急に。は。うん。なんか、どうしたの髪がどこで切ったの？いや、こんなんさ、もう、キュービーハウス行って、おでこ見えるぐらい、耳を見えるぐらいで切ってくださいね、つって、ちょっと俺、こうやって寝てって起きたら、え？ってなったって言ったやん。でも全員に言ってる。それさ、ちゃんと美容室で切った方がいいんじゃないの？いや、もう、いや、そのさ、なんてやろ、その、髪の毛のこだわりなくて、服のこだわりもなくて。中学生見たら髪型って言われない。そう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 。しかもね、髪切ってもらってる時に、なんか俺、汗かいてて、で、なんか、美容師の、なんかお姉さんに、うん、あ、すいません、汗拭いてもらっていいですかって言われて、あ、はいって言って、こうやって拭いて。あ、じゃあゴミ箱を捨てときゃいいですかって俺言ったら、いや、その辺に捨てといてくださいって、なんか、すげえ汚いものを見るような目で言われて、めっちゃ嫌だったわ。顔にもこだわりはないわ、言い過ぎた。いや、まあまあまあ、顔はもう純粋無垢だ。その顔にも、いや、それこだわってないでしょ。だってこだわりようがないじゃん。俺女性じゃないんだから、メイクしてる意味ねえし。プロソロさんはあれですか？彼女は最後いついたの？ね、4年前か。俺から振った。別に面白くなかったから。そやで、別にな、俺、彼女とかいらねえんだよな、普通に。鼻が似合ってる、鼻が似合ってる、達也、ありがとう。なんでこれ送ってくるのか。いないからしょ、この時間バトルする人。え、いや、とりあえず、え、なんかもうちょっとやりたそうな顔してたから、いや、ほんま、達也、ありがとう。だからもうみんな、いいねだけでいいぞ、ほんま。投げすぎてんだよ、みんな、どう考えてもな。今11位、ほんま、達也のおかげで俺上がれてるやん。スクリーンタップしよう、スクリーンタップしよう。おいわ。タッ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 。え、自分の顔を叩いて楽しい？いや、ありがとう、あやちゃん、ゆうださん、れいさん。楽しい。ありがとう。タッタッタッ。そうだ。出かけそうだ。これが神戸大学の理系卒業なんだな、プロソロさん。まあ、そりゃそうだわな。じゃあ、神戸大学の理系に達してるかどうかテストするぞ。はい、かかってこいよ。はい、答え言ってみろ。こんな言えるわけない。間違えたよ。俺もできんかった、今。頭回ってないわ。あ、ギリギリだ。8359。はい、正解です。頭の中、パン、日本一ですから。これはなんでこんなんできんの？いや、頭の中でソロバンの玉ブワー弾いてんだよ。うん。あ、キリア笑っちゃったな。パン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 って言ったらできんよね、普通。
うん、まあ、だからそれ訓練だわ。うん。で私もその前行った時ずっとそうやって やってたらできてたってことか。そうだよ。だからそのソロ版やってたわけじゃん。ああ。それをずっと極めようと思ったのな、理由は。極めようと思ったらまあ、なんやろ、練習すればするほど点数が上がってって結果が残せるようになったらいろんな人が喜んでくれたからその勢いで日本一取れたって感じかな。でも検定取れたら満足しない、何級取ったとかで。まあまあ10段取れたらまあ満足しちゃうやつはアマチュアで、そっから先でやっぱり大会でね、ガチガチに強いやつ、ギネス記録持ってるやつ、世界記録持ってるやつに勝たないと面白みがないわな。うん、私は多分検定取って満足したタイプで、うん、うん、まあだから検定で止まってるということです。うん、うん、ライバルは常にねいた方がね盛り上がるからね。テラさんいいな、ありがとう。ちょっとスピじゃなかったし、1位しか見れない景色もあるんで、はい、なんかめっちゃインタビューみたいな。テレビ出ていたよ、プロソルさん。そうなの？そのあーまあな、中学の時 NHK でプロソルさんギャラ5000円だったよ。その動画ないの？いやあるよ、え、見る？見て見て見て。いや俺あれだ、中学生の時の髪型と今似てるかもしれない。そうただ昔の方がやってた。中学生の髪型どんな感じで喋り方も一緒なんか。いや全然違うと思うよ。中学生テレビ出た、何でですみたい。YouTube で見たんだ、ねえちゃん。すごいな、ねえちゃんファンやん、もうブロスさんの。あれどこや、泣くね。ねえちゃんファンやん。どこ行った、ねえちゃんファンやん。ちょっと待ってよ。やばい、どこ行った、あそこに食べて入っても大丈夫。これ見てる人ちょっと勝たしてく、さっき負けました、もう2対1です。今誰か行きませんか、どこ行った、あこれや、これこれこれ、はい、これ広告が、広告長い、はい、これでこれ どれプロソロさん、これこれこれ、本名出てるから大丈夫なんだった。いや別に大丈夫だよ、顔ちょっとちゃうくない、そう痩せてる、緊張してる、この時なんてきっと緊張してんじゃない、この時みんな笑ってる、そう中学生だからね、ちょっと緊張してるよ、うん、喋ってる、小学校に入学するちょっと前から、何すんの今から、え、フラッシュ暗算、あ、これを今、これ先生、中1か中2か、あ、あ、この時からだ、この時からやってんの、そう、9109、この時からやってんの、そう、答えを発表してください、9109、9109です。9109。親も喜んでた、やっぱり。え？親はどんな感じなの？いや、親そろばんの先生やってたからね。あ、親がそろばんの先生やってたの？そうそう。これ、うん、あ、10秒、残り10秒だから。いや、残り10秒やって。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って、みんなちょっと待って、急げ急げ、そうそう、999で、負けてんじゃん、待ってんじゃん、2桁ね、2桁、2桁、まさかの2桁すぎプリビオバナー、そうだから、相手もジャンジーサッカー楽しいよな、さちょ間に合わかった、恋の守りありがとう、間に合わかった、2桁はおもろいって、チャチさんありがとう、でこなし、出かけさ恋の守り、間に合わんかった、達也がもう飽きちゃったんだよ、プロソさん今のスクショしたよ、ありがとう、はい、それでは感謝します、はい、1位、プリピオありがとう、モリシンもありがとな、マルムもみんなまとめて、センキューな。感謝した？あ、MVP ありがとう、え、MVP、シャチさん、ナイス、アヤちゃん、出かけたユーザーさん、GGX さん、イングリッシュネムス、ヒノタ、ステラさん、マックスさん、タタダさん、あの、出かけさん間に合わなかったね、ありがとうね、あの、恋のままに。いや、よかった、ありがとう。あ、でもすごいね、なんか、見た目はなんかちょっと変わってるね。まあちょっと撮っちゃったからね、うん、顔違う、まあ、いやそれはね、酸いも甘いも経験してこの顔になっちゃったわあのいつぐらいからモテ出した、ちなみにモテ出した、何そんなん興味あんの、あ、さっきの中学時代からモテてたよ、あん時モテたの、あの
そう、告白されたことあるよ。深夜の柔道場で、俺のこと面白くて、なんか頭も良くて好きっていう子がいて、うん。そう。付き合いたいって言われて、うん。あの、ってあの映像の時の？うん。あの頃ぐらいにちょうど告白されたね。で、親は今もそろばんのあれやってるのか？ああ、やってるみたいやね、細々とね。うん。まあ、俺の教室の方が人数は多いけどね。うん。あ、それを継いだっていうよりは自分でやっと独立した。そうそうそう。石川県で、あれやね、もともと生まれたんだけど、俺神戸大学に受かってから普通に神戸で過ごして、うん、そのまま今、兵庫県の尼崎に住んでんのよね。で、親はずっと石川県で教室やってるので、うん。うん、たまに帰るんじゃん、石川県は。そうそうそう。今度もまた、もう1年に1回ぐらいは帰ってくる。お彼岸の持つぐらい週。お彼岸さん。ああ、いやけど、俺実家寺なんで、うん、お盆とかお彼岸、そう、実家寺、お盆とか お彼岸とか、そう、あんまその帰ってくると余計なんか忙しくて迷惑かかるから、普通に何もない時に帰るかな。うん、お経もだからやめる。石川県って美味しいよね、カニが。そうそうそう、カニ美味しいし、寿司も全部美味しいよ。そうそうそうね。うん私あれが好き、うちこと外子が、あの瀬古ガニってあるじゃん。セコガニ知らねえな。え、うちこと外子。あれでしょ、なんかその卵みたいなやつでしょ、なんか。あの、メスしかなけど。ああ、美味しいよね。あの、つぶつぶのやつでしょ、それ。言ってんの。中にこう、こう、ふわってやったら。うん。いや、俺も好き、好き、好き、好き。うん。うん、好きだわ。うん、わかる。うちこと外子ね。あ、それをそんな、お酢とかで食べるのがうまいのよね、あれね。うん、そうそう。うん、その、酢醤油やったから、確かね。そう、石川県出身やね、それ。うん。うん、まあ、桃七ね、あの、桃七に収入勝てるように、俺、今日からちょっと意識切り替えて頑張るわ。俺、初めて。いや、ちょっと、プロソロさんでも、昼の仕事で稼いでるんですよ。いや、稼いでには月40万しかねえわ。ふざけろね。お昼で？いや、そう、月40万しかねえわ。すごいやん。お昼でしょ。お昼っつっても、夕方4時から8時ぐらいの4時間ね。火、水、木、金。週4日。ちょっと、すごくない？時給換算すると、4時間かける 4×4 だから60、だから時給6250円か。いや、でも、ツイキャスの方がすげえし。うん。まあ、俺、これからモーナーさんの収入抜くわ、じゃあ、頑張って。プロソロさん、かっこいいね。え？またなんかそれ言い出したな。どうしたんすか、急に。なんやねん。あってかっこよかったなと思った。そうなんすか。うん、ありがとうございます。どこがやねん。あ、そうっすか。いや、モーナーさんも可愛いと思いましたよ、ちっちゃい。本当ですか。お顔もちっちゃくてね、うん、お目目もパッチリしてて、ユニバース投げがありましたよ。ありがとうございますお互いに褒めて終わるっていうね。いやいや、まあこれからね、うん、まあ互いに、高み目指していきましょう、ほんまに。はい、うん、将来結婚もあるかもしんないね。なんて、将来結婚もあるんだ、面白い。ちょ、桃田なんか、え、俺のこと好きなんすか。いや別に、いや別にいいけど、いいけどじゃないけど、ちょ、どういうこと。いや、いや、けど、桃奈々何歳なのだって。33歳だよ。俺も30やから、3歳歳やから、まあ許容範囲ではあるか。俺結婚願望ないけどね。けど、だって桃奈々さ、え、何なに、こっちは面白くて、ちょっと。あ、面白い。桃奈々どうした、こんなさ、小学生みたいな男と結婚したくないでしょ。ヒロ君イケメンでトロミンどうした急に。金沢とそうなんだね。モリシンそうだね。うん。そうやな。プロソロさん、頑張って、頑張ってよ、ほんと、TikTok で。頑張るわ。うん。うん、まあ、桃奈々に、え、すごいプロソロさん、もうそんなところまで行ったのって言われるまで頑張るから見とけよ。うんうん、見ときます。あ、そう、なんでメガネかけてるか教えたのか。コンタクトやと目疲れて長時間配信できんから。あ、それはわかるか、パチパチパチこれ。そうそうそう、もうメガネでガチガチに長時間配信してやろうと思ってんだ、俺。なんか私もカラコン外してるんだけど、今。あ、今、裸眼なんだ。今、裸眼で。あ、そうなんだ。カラコンをつけると、あの、会った時はほら、カラコンつけてて、あの時、わかります。うん、うん、わかりますよ。うん。うん、やっぱり、画面見て、パシパシ、パシパシなんだけど、目が。まばたき、パシパシとかわかる。うん、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 うん。裸眼なんです。うん、うん、うん、うん。プロソロさん、ありがとうね、本当に。ありがとう。大好きよ。じゃあね。ありがとう。またな。お疲れした。失礼します。はいよ。